画面の前の皆様こんにちは。メルクラでございます。さあ、あれからね、このえらいことになってますけどね。このボックスの 中にもね、何もないんだけど、多分この数字はね、何かを意味するんだろうね。これ謎解きだらけだよね。意外と。なんか貼り付けられてるね、ナースの方がね。ナースの方貼り付けられてるけど、おお、来た来た。I'm dead。 ちょっと待って、あのそしてボーンとね、まあ転落死ということになりました。皆さんも気をつけてください。トイレから出るときはね、もう走り出さない。急に何があるか分かんないから。いやそういう、あ、こっちにもいますね。あ、キーがいります、いりますね。前回もね、あの和訳の方ありがとうございました。いろいろとね、訳が見れるとこうストーリーラインが見えてきますよね。壊れてきた。あ、怖い。ストーリーラインが見えてきてね、これ視聴者の人もね、同時に私もそうですけども、助かってるんではないでしょうか。いや本当にありがとうございます。あ、上の階に行く。これ絶対さ、三角様出てくる可能性かなり高いよね。わ、三角の匂いがするもんね。絶対いるよ、あの三角の匂い。あの人の、ね、すごいね、臭そうな匂いがすると思いますけど、実際はね、あの人ね、すごくね、森林の香りというかね、まあ、フレグランスというか今何か聞こえました？何か言いました？視聴者さん、今何かいた？いてないよね。あー、こういう風にね、なってんだよね。ガッチンガッチンだよね。ここもちょっと謎ですが、一旦置いておきましょう。あー、怖い。お、いけんのか。結構いける場所あるぞ。いや、こっから来たんや、わし。こっから来たんやで。何言うとるんや、わしは。あ、椅子。あ、基本構造はあれですもんね。表の世界と変わらない感じですよね。なんだこれ。なんだこのあばら骨みたいなのは。あ、ここになんかあったもんね、手紙みたいなの。まあ有刺鉄線だよね。やっぱサイレントヒルといったら血、有刺鉄線、そしてまあ錆、肉、三角みたいなね。まあそういった感じですよ。こちらは入れるね。あ、さっきのとこ。I can push in。 あれ、これさっきのやつの通りに押すのかな、もしかしたら。順番通りに。いや、可能性あるね、これ。可能性あるよ、これ。マジか、マジか。確認していきましょう。あるね、やっぱあるね。おお。いや、これ絶対そうだわ。あ、お、これ、ちゃんと押さないといけないやつですわ。どれかを押すとどれかが出るっていう、そういう形でしょうかね、おそらくね。あ、上のあれか。もうびっくりした。何の鍵かと思った。とりあえず全部のボタンを把握しましょう。多分4つしかないと思うんだよね。なんだこれ。うわー、もうこんなとこ、うわー、
こんなとこで生活したくないよね。引っ越した先がこんな感じだったらもう嫌ですよね、マンションが。最近私も引っ越したわけですけどもね、こんなとこだったらもう絶対引っ越したくないよね。あ、ボタン4つ目でしょうね、これが。あ、帰ってきた。いや、これ絶対順番ありますわ。順番通りですわ、これ。ちょっと順番を確認してきます。何このトイレ、うわうわ、何これ、何の肉よ。うわ、時空が歪められてる。いや、これやっば。サムネイルの写真撮っておきましょう。このとんでもない怖い便所ですわ、今回の便所は。いや、あんなとこで用足せるやつの気が知れないですね。まあ、すごい漏れそう、うんこ漏れそうってなったらもう、ああいうとこで もう使わないとやってらんないですよね、実際。よし、ちょっとボタンの、確認してみましょうか。ボタン、おそらくここにあったよね。これが大きく変わってくると思うよ。よし、メモしましょう。まずは、あ、ちょっとマウスが勝手に動いちゃうね。いや、これも冷笑でしょうね。ちょっとね、あの血のにじみでちょっと分かりづらくなってるけども、 OK、 できた。リアルでね、この近くで工事してるんだよね。だからちょっとびっくりするよね、これ。びっくりする、びっくりする。やめてやめて、ちょっと。よし、さあ2階に行きましょう。なんか2階のあれがちょっと謎解きができないな。ちょっと先に3階に行ってみましょうか。3階もまだ行ってないからね。わっ、おへやなど、服、怖っ。何これ、袋に入れられた何かですね。あ、3階ここで終わりか。やっぱり下のあの謎解きをやんないといけないみたいですね。あ、開いた開いた開いた。いや、あの順番通りやったらいけました。 OKOK、 ちょっと戻ってみましょう。多分あれ下のボックスが開いたんだよね、おそらくね。どうなってんだろう、あの中に何が入ってんだろう。あ、危ない危ない。こう、ね、落とし穴に入らないようにしないと。これサイレントヒル3の最初もね、こういった落とし穴あったよね。ボーンと落ちて、あ、開いてる。来た、鍵。もうこれどこでも行けるやつでしょ。一応セーフしとこう。どこでも行けるやつですよね、おそらく。どれどれ、行こうじゃないが、さらなる深みへ行こうじゃないが。いやー、これ他の動画でも言ってるかもしれませんけども、あの一晩中吐いててですね、でもう吐きに吐いて、でやっと今あの吐き気が収まった状態で今実況してるんですね。いやー、喉がだからね、もうガッビガビでしょこれ。もう聞き取りづらかったら申し訳ありません。ガッビガビだよね。こっちはいけんの、あ、いけた。あ、これ隣のトイレだね。多分ここは開いてなかったよね。あ、ほら、いけたいけた。あ、ナース、かわいいナースいる。お、結構かわいい感じだね。ほら、え、ちょっと待って、あ、あ、ここを開けろと。いや、とんでもねえなこれ、怖えな。そう考えると怖い。ちょっと写真失礼します。印象的なシーンはね、こうやって撮っておきます。ああ、そういうことね。よし、行った、行けました。
やべえ、ここやべえ。絶対やばいとこやで、これ。これ三角さんは来るんじゃない。何これ、うわ、何これ、な、ちょっと動いた、生きてる、生きてんのこれ、こんにちは、こんにちはじゃないよ、そんなレベルでも話しかけても意味がないんだよ。あー、ここ、あ、なんか手に入れたね。ちょっと待って。あー、壁にも落書きが。OK。じゃあちょっと戻って、別のとこ行きましょうか。よし。ここはもう用なしですわ。ここはね、ドアが壊れてる。どこだったっけな。それ以上行けなかったとこあったよね。この奥でしたっけね。これが一番最奥だけども、ここじゃないな。あ、この先のドア行ってなかったな。ここかな。あ、行けた、来た、これ来た、これ来た、これ、うっ、うわー、なんだあれは、やべえやべえ、あ、かわいい、あら、かわいい、かわいいおにんごちゃんでしゅね。そういったバカにしてる感じでいくとね、もうえらい目合うからね。あ、ソファー買おうと思ってるんですよ、私もね。ちょっと立派なソファーが欲しくてね。あ、こちらも行きませんか。さあ、隣の部屋に行ってみましょう。これでかいぞ。お、入れる。お、キッチンっぽいね。あ、これキッチンっぽい、キッチンっぽい。またこういうとこ開いたりするんじゃないの？こういう下のガチャコーンって開いて移動できるんじゃないの？あ、メッセージか。ちょっとメッセージ類はちょこちょこ飛ばしていっちゃいますけども、申し訳ありません。毎回毎回翻訳にね、頼るのもあれなんですけども。さあ、この隣に行ってみよう。うわ、閉じ込められて、あ、お人形さんですか。お、お、モテるぞ。とうとうこれモテてくな、これ。何これ何これ何これ、ちょっと待って、これ、え、これなんかした方がいいのかな。いや、絶対これなんか使うでしょ。何も使えないとか、ちょっとそれはそれで嫌だよ。こう持ってく？じゃあ。ちょっと赤ちゃん人形が謎なんで、ちょっと一旦これは置いときましょう。謎すぎるぜ。Only a judge. Campus on judge. These people only start with the most senate.こちら翻訳してきました。裁判官だけはいなくなることができる。そしてこのフェンリリーに、これらの人を裁いてくださいと、最も多くの者によるスタートは罪を犯しましたと、まあ直訳直訳さながらのね、臨場感で、直訳したのがまずかったか、チャンネル登録、直訳したのがまずかったかな、 PC からな、画面上のアイコンから、そして携帯機器、スマホなどの方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。 あれ、アシュリー、ジョッシュ、ジョセフ、ロバート、ナンシー、デビッドって、これなんか聞いたことあるね。